けれども、それは大人に言って、あなたの友達に言って、あるいは専門機関でも何でもいいよ。なんで子供に言うのって話なわけ。子供に言っちゃダメです、それは。あなたがどんな。皆さん、こんにちは。心理栄養音楽療法のハモショーこと橋本翔太です。今日お話ししたいことはですね、今お子さんと関係を持っているお父さん、お母さん、子育て中のお父さん、お母さん、どうかお願いだから、これだけは子供にしないで。これをしてしまおうと、子供が大人になってから心理的に苦しみます。人によっては鬱になったり、パニックになったり、心の病気になってしまう人が出てきます。なんでこれがわかるかっていうと、実際私のところに来てる人たちで、このことを子供の頃に親から散々されたことによって今問題を抱えてしまってる方たちが多いんですよ。だからお願いだから今日もうこれだけは子育ての中でしないでってことをお伝えします。確かに子供育てるの大変だと思います。お母さんお父さんそれなりの事情があるし、苦しいことがあるかもしれませんが、お願いだからこれだけはしないでっていうことを一つだけお話しします。それは結論から言うと、家族の悪口を子供に言うのはやめてください。特にあなたのパートナー、お母さんから見たら旦那、お父さんから見たら嫁、の悪口を子供に言うのは本当にやめてあげて、お願いだからやめてあげてください。まず簡単に私の自己紹介なんだけども、私ね、臨床心理も勉強してるんですが、特に教育学を結構勉強してきたので、で教育心理もかなり勉強してきてます。で、小中高、中高は音楽なんだけれども、教員の免許を持ってます。専修免許証を持ってますし、特別支援の教員の免許証も持ってます。なので、で実際先生もやってました、昔。だから現場にいて子供との関わりはあったし、今この仕事をしていてね、大人になってここの問題に苦しんでる人たちとカウンセリングをしたりするんだけれども、その中で大抵出てくる問題の一つが、子供の頃にどっちかの家族の悪口を一生懸命聞いてきて、今心が病んでしまってる方が多いんですよ。で、シンプルに考えてみて、ちょっと話を分かりやすくするために、今回お母さんがそういうことをしてしまう人という話でしていきましょう。実際に女性の方がね、それをしてしまう確率が高いのね。相手の悪口を言って自分の味方になってもらうってことをしがちなんです。実はこれね、女性の脳の仕組みでそうできていて、例えばさ、石器時代とかの話になってくるんだけれども、やっぱり男が狩りに出てる間で、女がね、家に残ってさ、残りの女性たちと一緒にこういろんな作業をしてたわけでしょ。つまり女性ってこう集団の中でいかにその自分の身を守り、かつ暴力を使わずにその自分の位置をね、確固たるものにしていくかみたいな時にね、やっぱりね、悪口を使うっていう戦略があるわけ。これ遺伝子的な話になってくるんだけどもね、そういう話があるので、女性って実はその悪口を使って相手を味方にするっていう戦略を取りやすいんです、脳的にね。でもこれ別に男性がしないわけじゃないんだよ。ただそういう特徴があるってこと。だからちょっとお母さんを例に今日お話ししていきます。お母さんが子供に対して、全くお父さんっていつもこうよねとか、私ね、お父さんのこういうところ嫌いなのよねとか、お母さんね、本当にお父さんもうああいうところがね、許せないのとか、ね、今日もお父さん遅いんだって電話ぐらいすればいいのにね、何なんだろうね、なんていうふうに子供に言い続けてると、子供の心が分裂します。なんでかっていうと、まず冷静に考えてほしいんだけど、確かにあなたにとって旦那は他人なのよ。血がつながってないの。けれども子供にとってはお父さんって半分その子の体を作ってるんだよね。遺伝子。お父さんの遺伝子があるわけですよ。だから子供って無条件にもうお父さんとお母さんが好きなの。本当に。動物的に。で、このお父さんとお母さんが好きなんだけれども、結局その自分の愛情を汲み取ってもらえなかったり、分かってもらえなかったり、お父さんお母さんからひどいことされたって人たちが、やっぱり親子関係で苦しんで、毒親問題を抱えるようになって、大人になってってなっていくわけですけれども、毒親問題解決していく上でも最終的にね、私他の動画で言ってるんだけど、認めなきゃいけないのは、あんなにひどい親でも本当は僕はお父さんお母さんが好きだったっていう、認めたくないけど、その感情を認めていくことが非常に回復のプロセスでは必要なんですよ。
まあその話はまた別の動画に譲ります。つまり大人になってもいつまでも子供っても無条件にお父さんとお母さんが大好きなの、もうそこは動物的にどうにも譲れないんですよ。どんなにひどい親でもどんなにひどい目にあっても結局お父さんとお母さんが好きだし、お父さんとお母さんに愛されたいの、子供はね、どうしても、動物的にそうです。だからそこを認めていくことが心理的な癒しプロセスにつながってくるんだけれども、まあ、その話を置いといて、だからこそ大好きなお母さんが大好きなお父さんの悪口を言ってると子供ってめちゃめちゃ混乱するんですよ。で、子供って一生懸命だし、特にそのお母さんとの接点が多い場合が多いでしょ、どうしても。その場合ね、お母さんの話を一生懸命聞いてお母さんのことを助けてあげたいし、お母さんのこう気持ちを汲んであげたいし、お母さんが悲しそうだから僕どうすればいいんだろうって一生懸命お父さんの悪口聞くわけよ。そうなんだ、ってそうこうするうちに子供はお母さんにこんなことするなんてお父さんひどいとかお父さん嫌いとかって言って、こうだんだんお父さんへの憎しみを重ねていくわけ。それでもしもお母さんが泣いてたりしたら余計よ、お父さんがお母さんのこと苦しめてるって、許せない、僕は許せないってなるわけ。けれどもその子のボトムにある一番の感情って、でもそれでも僕はお父さんが好きって気持ちなんだよ。けどそうやってね、子供に悪口を言い続けるお母さんっていうのは、子供がお父さんが好きなことすら許せないのね。なんでかというと自分の味方になってほしいから、結局ね、子供に自分の親を投影しちゃうんですよ。私のこと分かってよってなっちゃうの、子供に向かってだよ。でも多いんだよこれ。なんでかというと、そういうお母さんももともとは自分のお父さんお母さんに分かってもらえなかった、愛してもらえなかった、私の味方は誰もいないって感覚を持ってるわけ。だからこそ何でも言うこと聞いてくれて、お母さんお母さんお母さんってやってくる子供に甘えちゃうんだよね。だから子供に対して親の代わりを子供に求めちゃうので、何が起こるかというと、お父さんの悪口を言い始めるんですよ、そうやって子供にお父さんの悪口を吹き込めば、子供が自分の味方になってくれるわけ。でそれが何よりも快感だし嬉しいし、子供の頃にこのお母さんが欲しかったことなの。自分のお父さんお母さんに自分の一番の味方になって欲しかったんだよ。でもそれが許されなかったし、できなかったんだよね、してもらえなかったの。だからそれを自分のお父さんお母さんで解消しなきゃいけない、あるいは自分の場所で感じて自分と向き合って解決しなきゃいけないのに、それをしないで逃げて子供に向けてお父さんの悪口を言うわけ、自分の旦那の悪口を言うわけ。そうすると子供が、お母さんそんな大変なんだ、僕がお母さん守んなきゃ、私がお母さんを何とかしてあげなきゃ、もうお父さん何でそんなことするの、お父さんのこと嫌いみたいになっていくわけ。そうするとお母さんは無意識なんだけど嬉しいのね。でこれをされると子供って本当にすごいね、もう目に見えない傷でボロボロになってきます。だってお父さん好きなんだもん、もともと。で大人になって問題を抱えた人でカウンセリングとかで深掘りをしていくと、私ね、父親が憎いんです、許せないんですって言ってる人の話よく聞いてくとね、その半分以上がお母さんの憎しみだったりするわけ。つまりこの子供自体、本人自体はそんなにお父さんのこと憎んでなかったりするわけよ。けれどもお母さんの話を聞いて、お母さんが何とかして、お母さんが悲しんでるから、だから私が何とかしなきゃいけないみたいな、だからお父さんが憎いみたいな感じで、結局お母さんの感情ね、お母さんの旦那に対する恨み、憎しみ、辛みで、もっと言えば、なんでこんな人と結婚したんだろうとかっていうような、この子の存在の生存すら揺らがすような発言すら子供に言う人がいて、それを一生懸命子供飲み込んでくると、自分の混乱、お父さんが好きでも大好きなお母さんが苦しんでいる、ってことはお父さんを憎まなければいけない、でも私本当はお父さんが好きみたいな混乱の気持ちを感じることができないから、もうね、お母さんの憎しみで自分の心を固めていくわけ。だから自分の好きとか本当は好きとかって気持ちに蓋をして、ここを殺すんだよ、お母さんのために。で一生懸命悪口を飲み込んで、父親が憎い、恨みがある、もっと言うと男が憎いみたいになっちゃうんだけども、よく話を聞いていくと、でも私そんなに確かにお父さんのこと嫌いじゃないかもしれないって気づいたりするわけ。じゃあなんでこんなに私お父さんのこと憎んでるんだろうと思うと、結局お母さんのストーリーをずっと聞いてきただからだって気づくわけよ。うちもそうだったんですよ。まあ、父親が早くに亡くなっちゃったっていうのもあるんだけれども、もうずっと私母親の愚痴の聞き役だったのね。でずっともうお父さんの悪口を
聞いて、でもお母さんがその要はなんでこんな男と結婚しちゃったんだろうって言うんだよ。で子供なのにさ、そうだよねって、変な男と結婚しちゃったんだねって、お母さん辛かったんだねみたいなことやってるわけ。でもそれってさ、こんな男と結婚しちゃったら私いないわけだよね、そこにね。だから子供の生存すら否定してるってことに気づけてないのね、多くの親がね、うん、でもう一個の問題点が、私ね、母親の父親の悪口はいっぱい聞いてきてるんだけど、父親が母親に対する文句を私に言ってたことを聞いたことがないのよ。まあ、特にそのコミュニケーションがそもそもできてなかったっていうかね、父親が寡黙な人であんまり子供のこと好きじゃなかったので、そういうコミュニケーションができなかったっていうのもあるんだけれども、そもそも父親からの話は聞いてない。だから父親サイドの視点が知らないわけさ。だからフェアじゃないんだよね、うん、私は母親から見た父親への憎しみ、恨み、ね、辛みをずっと聞いてきてるから、母親と視点が一緒になっちゃってるので、お父さんサイドの話知らないわけよ。でも皆さんご存知の通りさ、恋愛とかパートナーシップ、あらゆる人間関係って双方の立場を聞かないと分かんないじゃん。片方だけの話を聞いたってさ、それはかなり歪んだ情報だよね。ところがその片方だけの情報だけを一生懸命飲み込んできた子供って多いんですよ。でこういう人は大人になってから本当に心の問題持ちやすいし、生きづらさ抱えます。自分の気持ちが分かんなくなっちゃうの。だって本当は好きっていう気持ちを押し殺さないと、お母さんを守ってあげられなかったからね。お母さんの話聞いてあげられなかったから。だから自分が一体何が好きで何がしたいかってことすらだんだん分かんなくなっていっちゃうのね。で結局このお母さんを支えるために生きるみたいになっちゃっていくことが多くて、まあ、それが結局アダルトチルドレンの問題だとか、親子も関係、どこやの問題につながっていくんだけれども、こんな風にね、経験してる方結構多いと思います、実は、うん、で、まあ、引き続きお母さんを例に出すけれども、このお母さんが旦那の悪口じゃなくて、じいじとばあばだよ。自分のお父さんお母さん、つまりおじいちゃんとおばあちゃんの悪口を子供に言うっていうのもすごく多いです。私もされてました、はい、でそれってさ、子供に言うことじゃないのよ。お母さんはさ、その人はさ、自分の親に言わなきゃいけないわけ、それ言いたいんだったら。でも自分の親と対立したり、自分の親と向き合ったり、自分自身と向き合うことをしないで逃げて子供にぶつけてるからずるいのよ。で子供はそれ傷つくわけ。だっておじいちゃんおばあちゃんの血も入ってるんだもん、子供の中に。で何度も言うけど、子供って生まれた時から無条件に家族が大好きなの。もうそうプログラミングされちゃってるんですよ。だからどんなにお母さんがじいじとばあばが嫌いでも、その子供はやっぱりじいじとばあばが好きなわけ、うん、なのに子供に向かって、もうね、おじいちゃんああいうところが私大嫌いなのとか、お母さんが子供の頃ね、おばあちゃんがお母さんのことね、こうこうこんな風に言ってね、だからもう本当にね、私はね、お母さんはね、なるべくおばあちゃんと口聞きたくないんだけど、でもあんたはおばあちゃんのこと好きなんだから、おばあちゃん家遊びに行っておいでとかさ、子供はどうしたらいいか分かんないんだよ、それ。お母さんおばあちゃんのこと嫌いなんだって、おばあちゃんそんなひどいことお母さんにしたんだって、でも僕おばあちゃんのこと好きなんだけど、でもなんかおばあちゃんのこと好きって言ったり、おばあちゃん家に行ってニコニコしてると、なんかそういえばお母さんっていつも不機嫌そうなんだよなとかっていう葛藤で苦しむんだよ。でもここまで言語化できないんで、子供って、子供がなんで心理的に問題を起こしやすいかっていうと、でそれが大人になっても続くのかっていうと、子供の頃に言語化できないの。だから飲み込むしかないわけ。だからそれが抑圧になっちゃうんだけれども、とにかく子供ってここまで言語化できないけど、こういう葛藤をそこで抱いちゃうわけ。子供としては手放しにおじいちゃんも好き、おばあちゃんも好き、お母さんも大好き、お父さんも大好き、その世界で生きられるのが本当は一番幸せなのね。でさ、その親の愚痴、子供から見たじいじとばあばの愚痴を子供に言うとか、旦那の悪口を子供に言うっていうのは子供関係ないじゃん、それ。子供の問題じゃないよね、それって。その愚痴言ってるお母さんの問題じゃないですかね。お母さんが自分で解決しなきゃいけない大人の問題を子供に言って、子供をはけ口にしてるのよ。これが本当にまずいんだって。子供が傷つくだけじゃなく、お母さんが結局子供を利用してるっていう腹黒くてずるいことをしてることにお母さんが気づいてないの。でこういうこと言うと、なんかこのお母さん側がさ、でも私もこんなに苦しくて、こんなに傷ついて、こんな思いで一生懸命子育てしてるんですみたいな感じで逆に逆ギレしたりするんだけども、いやそうかもしれないけど、でもあなたのお子さん関係ないよねってなるわけ。
その問題解決したいんだったら旦那と話し合わなきゃいけない、あるいは自分の両親と話し合わなきゃいけない。で、100歩譲ってそれができなかったとしても、だったらあなたの友達に話せばいいじゃないって話なのよ。でもそういうこと言うとさ、でもなんかこういうこと聞いてくれる友達とかって私意外といなくてなんて言ったりするんだけど、え、それってさ、じゃあそれ友達いないからそんな大人の話を子供にしていいのってことになるじゃないですか。ダメだよ、子供にしちゃ。それはね、大人の話なんです。大人の愚痴は大人に聞いてもらってください。はい、大事なところです。これを言いたかったんだ。もう一回言うね。大人の愚痴は大人に聞いてもらってください。私別に旦那の悪口言うななんて言ってないんですよ。じいじとばあば、自分のお父さんお母さんの悪口言うななんて言ってないんですよ。いくらでも言っていいよ、その愚痴。溜め込むことないよ。けれどもそれは大人に言って、あなたの友達に言って、うん、あるいは専門機関でも何でもいいよ。なんで子供に言うのって話なわけ。子供に言っちゃダメです、それは。あなたがどんなに子育てはつらかったとしても、うん、子供はあなたのお父さんとお母さんの血も継いでるし、子供はあなたの旦那の血も継いでるわけ。でも動物として家族が大好きなの、あなた自身も大好きなの、お母さんのことが大好きなの。だから子供っていつも何とかしたい、お父さんとお母さんに愛されたい、そして僕はお父さんとお母さんが好きっていう感覚を持ってるわけ。その純粋な愛の塊である子供の気持ちを利用してることになるんですよ、それは。あなたがもしそういう愚痴を話せる友達がいないのであれば、それはあなたの努力不足だからね。はい、あなたが頑張って他の人とコミュニケーションを取って友人関係を築いていくという努力が足りないってことなの。うん、でましてはましてやね、ただ愚痴を言う相手を探したい、それが見つからないから子供に言ってるっていうだけの話じゃなくて、結局そこに目的があるんですよ。どんな目的かというと、子供を私の味方につけたいってこと、子供を私の味方にさせるってこと。だから子供がじいじとばあばが好きって言うとなんかイラッとするわけ。でもそれはさ、あなたが自分のお父さんお母さんじいじとばあばが嫌いかもしれないけど、子供は好きなんだからいいじゃん、子供は好きにさしとけば。子供がお父さんが好きって言うとなんかイラッとするんだよね。でもそれはそうだよ、子供お父さん好きだよって、子供半分お父さんでできてんだもん。なのに子供がお父さんが好きとかって言うと、このお母さんってね、なんかこう子供に裏切られたような感覚を持ち出したりするわけ。うん、この子は私のこと分かってくれないとか、この子は私のこと裏切ったとか、この子は全然私の気持ちに寄り添ってくれないとかって思ったりするのよ。そんな子供に求めることじゃないでしょうって、これあなたの問題だよねってことなんだよ。でここに向き合わないで子供に埋めてもらおうとしてる人がいるんだけど、本当にやめてください。子供はあなたの満たされなかった感情感覚を埋めるための道具じゃないんですよ。うん、子供はあなたの味方要因じゃないんです。うん、そこをなんで分かってくれないかなって思う時があるし、それしかもそれあなたもされてきたでしょってことなの。こういうことしちゃうお母さんって子供の子に同じことされてるんだよ。だからあなた嫌だったじゃないですかってこと。だったら今やめようよってことなわけ。うん、気づいてね、気づいてやめようよってこと。私が伝えたかったことっていうのは、子育てで絶対に絶対に絶対にやらないでねってことが一個あります。それは何かというと、自分の子供に旦那あるいは嫁の悪口、自分の子供に自分のお父さんお母さん、子供から見たらじいじとばあばの悪口、家族の悪口を言うのはやめてください。でその悪口を言う理由っていうののほぼほぼ必ずある理由っていうのが、子供を自分の味方につけさせようとするんですよ。コントロールなの。うん、でもさ、子供が例えばお母さんがね、旦那の悪口を言って子供がお母さんの味方になってくれました、それによってあなたの人生の問題って解決するんですかってことなの。解決しないよ。うん、だって子供ってあなたの問題と関係ないんだもん。子供がいくらあなたの味方になってくれても、あなたの心は満たされないし、旦那との問題も解決しないんだよ。そういうところが、子供がどんどん傷ついていって、大人になってから鬱になったりパニックになったり病気になってしまったりするわけだから、本当にやめてあげてください。子供に対してパートナーの悪口を言う、家族の悪口を言うというのは本当にしないで、お願いだから。それで苦しんでいる人が本当にたくさんいるんです。で、子供サイドの話ね、それをされてきたな、この動画を見て私それをされてきたなって思ってる人いると思うんです。その人たちも必ず回復はできます。ただじゃあどんなふうに回復していけばいいかっていうと、大事なのは
この感情って本当に私のものなのかなってまず自問することからスタート。お父さんが嫌いな人、あるいはお母さんが嫌いな人、おじいちゃんおばあちゃんが嫌いな人いると思うんだけれども、これって本当に私がそう思ってるのかな、お母さんに散々言われたからそう思ってないのかなってとこからまずスタートしてください。自分の感情感覚が分からなくなってるんだよね。お母さんの話を飲み込んできたり、お父さんの話を飲み込んできたりすると、だから自分の本音ってどこにあるんだろう、自分は本当はどう感じてるんだろうって自問自答していかなきゃいけないです、でその上で最終的にはこの問題って私関係ないよねっていうふうにお父さんあるいはお母さんにこの問題を返すことが大事なんですよ。そうやって家族の悪口を聞いてきた子供っていうのは家族の問題を背負ってるんですよ、だから家族の問題を背負ったまま自分の人生を生きてるからそりゃ苦しいわけよ。でしかもその家族の問題ってこの子は絶対解決できないの。だってこの子が生まれる前からあるんだもん、その問題って。この子が生まれる前から存在していたお母さんとそのお母さんのお父さんお母さんの親子関係の問題とか、この子が生まれる前から存在していたこのお母さんとお父さんの関係性における問題をこの子がいくら飲み込んでも絶対に解決しないんですよ。絶対に解決しないの。ところがこの子はその問題を背負い込むことによって家族の問題も背負ってるし、自分の気持ちも分かんないし、自分の問題も抱えてしまうって、それはおかしくなっちゃいますよ。心傷ついて倒れちゃいますよ、そんなの。だからまずね、今これをしてしまってるかもしれないと思ったお父さんお母さんは本当にそれをやめてください。今日からやめましょう。今日からやめよう、やめてください。でそれをされてきた子供サイドで今大人になった皆さんね、はまずは自分の気持ちを、私本当はどう感じてたんだろう、その質問をすることから始めてください。必ず良くなります。必ず良くなりますけれども、そういう傷つきがあったんだってことを認めることも大事ってことね、でこの話を聞きながらお母さんへの憎しみとか恨みが湧いてきたり、お父さんへの憎しみ恨みが湧いてきたり、そういう気持ちが湧いてくる人もいるかもしれません。それはそれで素直に感じてみてください。ただその憎しみ恨みに憎しみ恨みに飲み込まれてずっとそこにいても物事は解決しないのでね、それを感じきったら次のステップがあるんだけれども、そこはまあ私の親子問題の動画のリストがあるからね、そういうのを見て参考にしてみてください。はい、今日一番伝えたかった言葉、とにかく子供はね、お父さんもお母さんも大好きなんです。だって子供って DNA をそれぞれからもらってるんだもん。だからお父さんお母さんは相手のね、パートナーの悪口を子供に吹き込むことはしないでください。ましてやそうやって陰でパートナーの悪口を言うことによって子供を自分の味方につけようとかね、あるいは私が旦那のこと嫌いなのに子供が旦那が好きって言うとなんかムカつくとか、そういう腹黒いずるい自分にまずは気づいて、それをやめる努力をしてくださいね。子供はいつだってお父さんとお母さんが無条件に好きなんです、子供をコントロールしようとしないでください。子供には子供なりに感じていいわけ、自由にお父さんが好きお母さんが好きっていう気持ちを感じていいわけ。それを悪口を言うことによって子供をコントロールするようなことは絶対しないでください、こんな話をねまたしていきたいと思います。よろしかったら、高評価ボタン、それからチャンネル登録よろしくお願いします。動画がいいなと思ったらお友達へのねご紹介もしていただけたら嬉しいです。あとね、ぜひ私の動画はね何回も見てみてください。最初聞いてもスルーしてた言葉が何回か聞くうちにね潜在意識にポンと入ってね腑に落ちるってことがあるんですよ。なのでぜひ何回も聞いてもらえたらというふうに思っております。あと他の心理系の動画とか、親子関係の問題のね動画なんかもリストになってますんで、そちらもねご覧いただけたらと思います。本日は以上になります。橋本翔太でした。 Thank you.